皆さんこんにちは。今回は先手番でやっていきます。相手の方は角交換振り飛車ということで、角交換振り飛車か、歩ついてやっていきましょう。やっていきまして、何この間、ご機嫌中飛車か、中飛車にしてきましたね。中飛車にしてきましたよと。中飛車だと角交換振り飛車っていうエフェクト出ないと思うんで、まあ角交換振り飛車の方が多いのか、最近中飛車にハマってるのかわかんないですけど、まあ今回相手の方は中飛車ってことですね。ちょっと超速いきたいと思います。銀で出ていくと、銀出てくる、銀まっすぐって言っても、なんか昔確か三浦九段と久保九段の対局であったんですけど、歩突きからゴリゴリ殴って確か三浦九段が勝ったんですよね。でそれ以降銀上がりは確かなしってなったはずなんで、こう上がるならこう銀をこっちに上がってしっかり角頭を守ってくるっていうのが多いですね。まあこれの銀対抗って呼ばれる対策なんですけど、これに対してこっちはいろいろ指し方があるんですけど、まあこうやって2枚銀を繰り出していく感じでいくのも有力なので、まあそんな感じでいきましょうっていうところですね。飛車引いて、まあ端歩ついて、まあなんかな、いろいろあるんやけどな、金上がったり上がらなかったり、まあ桂馬は跳ねるかな普通。まあ飛車回りを見せるっていうのもあるか。まあまあでも桂馬を使う方が形だと思うんで、桂馬使っていきましょう。まあ端歩もついといた方がいいかな。なんか端歩つかずに桂馬跳ねたりすると、ワンチャン同銀同銀角ピョーンみたいな感じからピョーンってなってくる手があるんで、まあここはついとくか。で歩ついてきて、まあそろそろ駒組みも終わったし桂馬跳ねようかな。いやでもこれな、なんか定石なんですけど、この定石絶対相手の方の方が詳しい。僕正直そんなに知らない。これは結構プロの間でも深められてる、研究が深められてる形だと思うんですけど、あんまり詳しくないよな。なんか里見さんとかが振り飛車側持ってよく指してるイメージがあるんですけど、あ、そっち引く、こっち引いたら真ん中が弱くなるので、あ、違う、こっち引いたら2筋に効かなくなるので歩突きがある、こっち引くと真ん中に効かなくなるのでこの歩が取れますね。ただこれは相手の方の予定通りで、ここで桂馬跳ねるっていうのが手筋ですね。そうで、同桂成なら同角で使っていくっていうのが筋で、確か歩突くのがいい手なんよな。あー早い知ってましたよと言わんばかりに、取ったら同歩で伸ばしていこうっていう狙いだったんですけど、銀打って攻めてくると。で確かこれ歩突く手がいい手なんよな。で取って、取ったら同歩で、で、あー違う、これ77桂で死んじゃう。いやこれ同歩だとここに桂馬ぶち込む手があって死んじゃうやつな気がする。大丈夫かな、桂打ちっていう手があるんですよね。同桂って取るとこの飛車で銀が取れるんで、角道止まっちゃうと。桂打ち同金は銀取られて、銀取れるけど、ピュッて寄られてピュッて鳴る手を見せられるとちょっと受けきれなさそう。あ、やめてきた。耐えた耐えた耐えた。これ一回手入れると飛車浮きで大丈夫な。なんか、ここの歩とここの歩どん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 ついていったのは、この飛車浮きを見せてる意味があって、この飛車受けると結構守りに効いてくるんで、これはでかいんじゃない？よし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 。耐えた。危ねえ。まあ危ねえというか、ほんとに、ああ、おぉ余計終わってたかも。なるほど、それがあんのか。同歩なら角道が止まるから銀取れるってことですね。いや、そっか。これ同銀しかないか。まあ、同歩同飛車で。ただ、この銀取りが結構受けにくいという説、提唱してどう？銀打つんじゃさえないでしょう。逃げとくぐらいでも。まあ、どこに逃げるか。まあ、ここかな。どこに逃げるかは難しいけど、ここに銀打つのはなんか2枚の銀がちょっとダブっちゃって、
面白くない気がする。あ、だからそこに打ってきたか。まあ、これはここに逃げて、この3筋からの突破ちょっと見せておきますか。ここに逃げるのがまあ形ですけど、どっかで角覗かれた手が飛車取りってなるのも嫌だったんで、ここに逃げといて、で相手の方は歩を打ってこっちの玉の小瓶を攻めながら角道を止めてきましたね。歩成りからこちょこちょされると攻められて嫌ですし、歩成られると歩切れの相手に歩渡してしまうので、ここは同歩がいいかなと思います。実際ここで何してくるかなよな。ここで何も手がなければ次歩で銀追い払っちゃって逃げたら、まあ金上がりとかでなんかここら辺もり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 しとけばいいんで、でこの飛車浮きっていうのは次飛車回ってここを狙ってるっていうことだと思います。それを食らっちゃうとさすがに負けそうなんで、歩で追い返したい気もするけど角道止まるから、果たしてそれは本当にやった方がいいのかは謎。まあでもちょっと目障りやし、追い返しに行くか。引いてくれない説ある。飛車ピュみたいな、取ったら同銀でゴリッとくる手を見せるみたいな。まあでもそれはさすがに銀取れるからいっか。いやーこれ逃げないの、逃げるんかい、逃げるんかい。ちょっと金上がって小瓶補強しとこうかな。これで小瓶を閉じといて角の王手とかも食らいにくくなりましたね。まあ、場合によってはもう銀打っちゃって同銀同歩で形を整えに行くっていうのもあるかな。とりあえずこっちは駒の損得的には銀桂交換で駒損してるやん。ただまあ歩3枚多くもらってるんで、厳密には桂歩3枚と銀の交換、まあそれはちょっとこっち駒得かな。だからまあまあまずまずさせてる気がする。そう信じて突き進みましょう。信じれば救われますと。うわー、なんか狙ってる、なんか狙ってる。8筋でも具体的になんなん、具体的になんなんていうのはどう、具体的になんなんていうのはどうって言って銀ぶち込む人はおらんかな。同金同歩成りで確実に3筋突破できるけど、銀渡しちゃうとなんか銀とか銀とかガチャ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 って捨ててきてすごい怖いんで、さすがに無理かな。ちょっと銀打って同銀同歩で形整えに行こうかな。いやどうなんやろこれ、なんか損してんのか得してんのかよくわからんけど、ちょっとここら辺の圧を消し去らないことには受からない気がしたので、これで同銀同歩でこうしとけばなんか金上がりとかでここへの応援を聞かすことができるので、まあ形は相当良くなってるんじゃないかな。まああとは歩突きで角道通してっていう手もあるんで、覗いてきて嫌ですね。銀で飛車中間期、まあでも同角同歩銀打ちとかで絡んでくるのか、それは嫌やな。それはさすがに嫌。無視で風なる、取って取って、間に合うんかよそれが。いやしかし間に合う気がするな。別に香車取られてもそんなになんもないんで、こっち。はい、勝ち。はい、もう取る。もうあと全部無視。もう相手の方の攻め全部無視ですね。はい、もう無視。そんな無視だし。あー、今、一個打った方が良かったかもねー。こう浮いた方が、それ消せたねー。ちょっと睨まれてたら気持ち悪すぎるから、一回銀打つ。で、これで竜入っといて。銀使わされたんちょっと冴えないけど、打たないことには耐えれない気がした。あのここに馬がいると銀でっていう手があって、同金なら馬で王様ズドーンみたいな、そういう手があったんで、まあ銀打ちのこの補強は使わされて面白くないけど、まあ致し方なしかなっていうところでしたね。いやー、なぜ一回飛車浮かない、
何のための前進守備なんだ。ゴリラ来た。同歩同銀。同歩で取れるけど同銀ってことですね。確かに同歩同銀は飛車も通ってきてきつい気がするんですけど、桂馬打ってどう？これで受かってる気がするんよな。香成り同桂銀でとかはあるけど、そこでまた桂馬打っといて、これ以上ないと思うけどな。しかもないって言ってくれないと困る。お願いですからないって言ってください。嫌な予感してきた。これ銀なり同桂桂馬が結構嫌な気がしてきた。例えば玉を上がると桂馬捨てる手があって、同香ならここに銀打った手が王手桂取りで、あとズズ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 ってここ攻める手があるんで、はい、セーフ。はい、セーフなんですね。これ、同銀でなんなんやろ。え、同銀で？銀が離れたなんかある。うわー、そこでやってくんの？それで桂馬？あーあーあーあああ、そこに、なるほど、なるほどね。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほどな。次になんか桂成り同金銀捨て同玉に飛車成るとかもう狙ってそうですね。それは確かに嫌なので、いやーちょっと相手玉硬い。歩同飛車歩とかなんかしておびき出して金打ちたいんですけど、歩同飛車とかするともうブッチされちゃうんで、どっかでそれがなー。鬼辛抱の銀、桂成り同銀で、でも銀打たれるか。あ、銀、ん？銀打って桂成り同銀、銀金打ち同銀成り同金。いやーちょっと違う気がする。わからんかった。桂馬とかで攻め合っちゃった方が良かったんかな。あ、桂馬持ってないわ。もはや幻覚が見えてる。同銀で銀打ってく、あ、銀打ってきたら桂馬でいっか。まあそれもよく分からんけど、まあ桂馬で受けよう。同桂で、あーそうか。あれ、これ千日手、桂成り同銀銀で千日手説ある。千日手説出てきたんですけど、千日手説浮上。もう金で打開するか。同銀なりなら同金で上に厚く行こう。男の男の打開。それ強者で飛車止めといて、ここへの直通がなければ結構攻めるの大変だと思うんですよね。ブッチ気になるけど、同金がこっちへの逃げ道を作っていい感じなんで、でまあ飛車の逃げ道ないけど、飛車逃げちゃうとどっかでこう強なりから一気に詰ますって言っても狙えるし、よし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 、男の打開がこうそうしたか。金金なんでそんで、同香は同飛車でこうさらに銀取る手を見せてんのか。でも待って、同香でそれが別にまだ何でもないでしょう。桂馬で攻め合おう。よし、こうしとけばもう一度この桂馬もらった時に桂成り同金同竜同玉桂打ちみたいな感じで詰ませれるんで、よし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 。いやそれはあるんですけど、玉上がって耐えてるはず。同玉なら飛車で金取って、あーららら、それが落ちてました。こんにちは、それが落ちてました、それが落ちてました。くそー、一回補強するか。でもなら逃げられるんよな。ただそれ桂打ちがきついからっていう話。ぶつけられる、ぶつけて同飛車は同金で嫌やし、逃げるんじゃ手番渡して嫌。いやー自信なくなってきた。くそ、これ負けたくない。それをぬるくね、歩で。
いや、これがぬるいなんてことはないか。てか、銀なり同玉強者どうすんねん。敬愛で耐えんのか、耐えてんのかよ。歩打っちゃったから銀なり同玉に裏からの強者がきついですね。まあでも桂馬で耐えるしかない。寄るとお尻金で詰めない。え、なんでそんな早いの。同玉で終わってる。逃げたら金打ってきますよね。で、よっ、一回逃げるかな。ちょっとこう引くと頭から抑えられるのがきつい気がした。で、これは、え、引いて金、金、え、あー、わからん。金は逃げられるから耐えてそう。金は引く、そこで桂跳ね、銀埋め、ぴょえ。これどっかでさ、馬突っ込んで同金同飛車ってして無理やり金取って、その金でこっちの玉を頭金で詰ますとかあるんで怖すぎる。ただ馬が動いちゃうと、あの歩成り同金に飛車取るっていう手ができるから、いろいろ絶妙な難しさを抱えてる。いや、角取り、それは闇金ぬるしまくんじゃない。取って同玉は多分桂馬取って詰む。だから同金でしたけど、銀打一回歩叩くか。こういうルート消して、叩きの歩、叩きの歩でこっちの玉詰みはないと思うよな。馬出られても風合いで金がないと、金打てないと詰まない形な気がする。同金ですよね。ただそうなんよな、そこがわからん。まあ、銀打つしかなさそう。で、玉ここ逃げる。飛車で竜取って、同馬なら銀打ちで詰みって言いたいんやけど、多分それつまんのよな。で、銀打つと、同飛車同銀なり同玉。それもちょっとつまらなさそう。銀で飛車取りたいけど、そもそもそれが詰めろなのか問題あるし、あと同馬で銀を補充されるのがバカ気持ち悪い。いや、それバカ気持ち悪いんよ。うげえ。一回銀補充するとかもある？うわー、ちょっと待って。銀取って、角で歩は銀取られて、銀打ちからの詰み見せられる。角打ちに逃げるしかない。でも、うま。もういい、行くか。これ詰めろかな。まあ、銀打ちから詰めろか。いや、そうそう、これ合駒すると銀取られるんですよ。だから逃げるしかないんですよ。あ、それで銀取られるか。角効いてるやん。これ銀打ちから詰めろ。逃げて、角なって逃げる。それは詰まない。銀なって逃げる。詰まないよね。こっちの玉詰めろじゃなければこれで勝ち。怖すぎる。銀打ったら上がって、詰まないね。詰まないかな。角なって逃げて、でもそれは駒がないからはっきり詰まなさそう。銀打って逃げて銀なりは、これはもうここしかない。物理的に、物理的にここしかなくて、で相手の方銀使ったからもう受けはないと思う。で逃げて、あー、同玉は馬でもここに逃げて、あー、王手竜取り。ふざけんなよ。激しい将棋でした、ね、あ、王手竜取りってか、あ、まあまあ今引いてたら、あ、じゃあじゃあ詰みか。そんな使い方があったか。ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます。先手番だったんで上に触れてたらこっちが勝ちなんですけど、いやー、これ正直勝ったと思ったんやけどな。この将棋はもらったと思ってたんですけど、まあその油断が命取りでしたね。ちょっとやらかしたな。はい、今回は2つやらかしがあったので、ちょっとそこを見ていきたいと思います。まあ厳密に言えばもっとやらかしあるんですけど、ここが2大やらかしかなというところがあって、1つ目ここですね。6九銀と捨ててきた手に玉逃げたんですけど、これどう考えても同玉でしたね。
どう考えても同玉なんよな。まあ、同玉は金取られちゃうんでやめたんですけど、これはまあ、桂成からバラバラにしていけば詰みですね。同金、同竜、同玉、桂馬で。こっち逃げたらまあ、腹金以下詰みますし、逃げても、まあ、ちょっと変化だけあると、こんな感じで捨ててって。同桂は腹金で詰みなんで、同玉なんですけど、銀打って、上がったら金打ち。引いたら、銀捨てて、同桂に銀ならず、みたいな。まあちょっとパパッと進めちゃったんですけど、まあこういうのが一例で詰みなんで、絶対これ、絶対これないよ。はい。だけどこれなら勝ちでした。まあこれが一番明快な気がしますね。まあなんか、6九銀同玉4五馬ってして、金取りにしながら、自陣を受けてくるっていう手はあるらしいんですけど、まあ、これがちょっとややこしいのはややこしいけど、歩打っといて、金取られて頭金の詰めろですけど、まあ、金打っとくぐらいかな。あ、というか、馬が移動したら詰みやから、そっか。馬が移動したら詰みやから、桂成で詰みですね。馬が移動しちゃうと、こっちに効かなくなるんで、これで罪で、あ、これでというか、桂成で罪で、勝ちですね。いやー。はい。将棋は終盤力。で、さらにもう一つやらかしがありまして、ですね。角で王手された局面ですね、ここ。今、角を打って王手された局面で、こっち寄ったんですけど、まあ、こっち寄れば、大丈夫でしたね。大丈夫でしたね。まあ、銀補充して、同竜に銀打ちとかはあるけど、まあ、上がっといて詰みないかな。金取られても同玉で大丈夫ですし。あ、違う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 、もう何も見えてない。これやからあかんの。同竜は同角やん。だから、じゃあ、8一竜ですね。はい。8一竜です。はい。で、銀打たれるけど、玉逃げといて、これで、詰まないですし、まあ、さすがに相手玉、受けも難しいと思うので、まあ、8二歩って粘る手はあんのか。竜の利きを遮断して。あ、でもこれ、合駒がないと9一竜から詰みとかあるのか。まあまあまあ、ちょっと受けは難しいですね。相手玉。こんだけ、竜で迫って、こんだけ持ち駒あったら、受けは難しいと。で、相手玉、あ、じゃあこっちの玉詰みはないので、こっち勝ちと。こっちの玉詰みなし、相手玉受け難しいは、こっちの勝ちパターンですね。はい、いやー、将棋は終盤なんよな。ちょっといろいろ、いろいろやらかしましたね。でもやっぱ勝てると思ってた油断が命取りやった気がするな。なんか最後トンシクだったし、なんか最後も、まあ最後は負けなんですけど、最後は負けなんですけど、なんか、馬、え、ちゃうわ。この一手前か。ここか。今、馬上がって王手されたところで、まあ、ここは負けなんですけど、一応、歩打てば詰まなかったですね。歩とか、ここで合駒すれば。なんかもう、それすらもなんかあんま気づいてなかった気がするしな。もう、脳がぐちゃぐちゃで気づいてたかどうかすらもう、わかんない状態なんですけど、まあ、逃げたことで、馬寄りではっきり負けと。まあ、ただ、合駒してても、竜取られて、こっちの玉受け難しいですし、相手玉詰まないんで、まあ負けは負けですね。ただちょっとな、気づいてないっていうのは、良くないと思うので、はい、精進したいと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。